当たるぞ。来るんじゃない、そろそろ。来るな。こんにちは。こんばんは。モナルチャンネルのアスです。ゆうやでーす。今日はユニバーシティサンドロックス2のリベンジですね。前回地球に月をぶつけようとして失敗しちゃったじゃないですか。で、あれからいろいろ調べて分かったんですよ、当て方が。当てる機能があった。そう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 。今回は地球に地球を当てちゃうとどうなんの、どうなんの状態ですね。そう、ありえないんで、これは安心してください。可能性はこれゼロです。0ですね。0ですね。じゃあちょっとね、やっていきます。それがこちら。出してます、地球さんです。一旦超ゆっくりします。で、太陽出してもいい。これが太陽が見えてる状態で太陽やれば大丈夫だよね。このとこね、二の前で太陽をもう一個出そうとしますよ。ああ、まあまあ、ちょっとなったな。で、ここに地球を当てちゃいます。地球を当てちゃいますからね。そう、まずちょっと離して、アッド地球があるんですよ。これ選択してもらって、ここのローンチです。発射するとかっていう意味なんで、で、これはこの辺に狙いを定める。狙いを定めて、クリック、地球が生まれますね。で、まだ今これ時間止めてるんで、ほぼこの時間を早めるとこうね、地球に向かっていくんですけど、果たしてね、地球に地球がぶつかるとどうなると思いますか。まあ多分、僕の予想は死の星になるんです。なんか面白いことが起こったし、ね、あと、当たったのとぶつかったの、どっちが残んの考えたら、ぶつかられた方が死ぬよね。なんかそんな感じで、ね、徐々にね、ゆっくりいきましょう。まず近づける段階までいけるな。ちょっとずつ近づける。ちょっとずついきます。おそらく日本か、日本というかもう地球上を、多分このもう一つの地球に向けて総攻撃仕掛けてますね、多分今。あー、もうやばいよ。もうやべえな。もうやべえ。そろそろ収める準備をしておこう。当たるぞー。来るんじゃない、そろそろ。来るな。温度は変わってないです。まだ温度は変わってないです。当たったんじゃない？当たった！あ、温度は 0.1 で上がった。多分平均の温度だと思うんですけど。これが見やすいかな。あ、そうしよう。日本が。日本が。あ、日本ここだ。やばいぞ。やばいぞ。温度がどんどん上がってる。温度がどんどん上がってる。どんどん上がってる。うわ、これやっぱぶつかられた方がへっこんでね。そんな感じするな。何の爆発なんだろうって思うよね。てか多分もう摩擦熱的な感じ。うわ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 、やばい。日本の人逃げて。どこに逃げる。宇宙空間に逃げるしかない。あ、平均気温がですね、27度ですね。快適な気温ぐらいになりました。一方、地球の裏側を見てみましょう。なんで平和です。海ですね。地球の裏側は平和です。まだまだね、ほら、のんきに海水浴してる人が見えますよ。お前、視力705か。もう70度ですよ、地球の温度。もっと爆風が地球を包み込むと思った。ね。全然じゃん。仲良くしてないらしい。あ見て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 。ほら、ほら、なんで今なんか、海みたいなのが、ふわーってなんか波みたいなのが、ヒューってなってた。突き抜けたってことこれ。さっきまで海で泳いでた人が。から見ます。ほら、ここに見えます？これ何ですか？人です。人でかくね。それだとしたら熱風が一気にダーンってきてね。え、でも温度15度になってる。ああ、でもこっちに。あら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 。じゃあちょっと早めてみるか。でもこの裏側ね、アフリカ大陸まだ人住んでます。まだこの辺にね、寮に出かけてます。視力35か。おおおお、なんか今ね、1秒で1分弱ペースぐらいにしました、時間の。こっちの吹き飛びがすごい、すごいな。なんか周りがすげえ黄色くなって、オレンジっぽくなってきて、一気に、なんかさ、熱風がやばくない？熱風が来てる。あ、熱風が来てる、熱風が来てる。熱風、衝撃波がすんごい来てますよ。ここに来て、やばい。最後の西アフリカが、うわ、1秒で2分ペースぐらい、ね、こっちやべ、美味しそうなこれ来なのに。その地球平和じゃね。これ分かったな、対策分かった。これね、
地球が降ってきた時は逆側の地球に逃げてください。じゃあ思いっきり時間を早めてみよう。最後は最後こいつはどうなるのか一体っていう。じゃあもう遅めよ。ここが壊滅的だけどね。温度も18度だし、うん、てか地球ってだから地球に当たっても大丈夫なんじゃん。ということでね、今回は地球に地球をぶつけてみたんですけど、いかがでしたか。だから地球がもしぶつかってくるときは急いで向こうの地球の西アフリカに逃げましょう。だからやばい地球だと思ったら宇宙船借りて逆側の地球の裏側、これね、完全対策ですね。はい、このね、ユニバーシティサンドボックス2概要欄に貼っておくので、もし興味がある方ぜひやってみてください。はい、本日もね、動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、フォローよろしくお願いします。また明日。ありがとうございました。